にちは、くまみきです。今日は最近ネットで話題のエッグインクラウドっていうのを作ってみたいと思います。材料は食パンと卵は卵黄と卵白に分けといて、あとは塩とクレイジーソルトです。まずはボウルに卵黄と塩を一つまみ入れて、泡立て器でメレンゲを作っていきます。食パンをトースターで軽く焼き色がつくぐらい温めて、その上全体にメレンゲを広げていきます。真ん中にちょこっとくぼみをつけて卵黄を入れて、トースターで表面に焼き色ができるまで焼きます。じゃーん、焼けました。焼き目がついたらお皿に移してクレイジーソルトをかけてあげたら出来上がりです。こんな感じで完成しました。それじゃあ早速食べてみたいと思います。すごいふわふわしてる。いただきます。うん、メレンゲのところがすっごいふわふわしてて、ちょっとスクランブルエッグに似たような感覚かなと思います。黄身がとろーんとしてるんで、それをソースみたいにつけながら食べるのもなんか高級な朝ごはんみたいな感じで、ね、すごいテンションが上がります。今回はすごいシンプルに卵だけでやったんですけど、他にもベーコンを入れたりとかチーズを加えてみたりするとさらに美味しくなるんじゃないかなと思います。すっごい簡単なので皆さんもぜひやってみてください。そしてこんな面白いレシピあるよとかあったらぜひコメントの方で教えてください。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。